今のこの時点では東京にダイバーシティを求めるという声が圧倒的に高いということになります。都市の未来、そして私たちのライフスタイルの未来がどうなっていくのか、ぜひ後のセッションでもそういうことを議論ぜひしていただきたいと思います。この都市をこれからデザインするっていうのは、今の都市の中だとこの都市の中に流れている空気だったり自然のデザインもできるわけですよね。それは本当にこの自然にある程度任せなきゃいけない。生き物とかバイオロジーとかそっちからものを作るっていうこともこれから設計できると思うんですね。Going back to the basics whereby essentials were necessary and design and creativity had to be thought very fast.